日本のエンターテインメント界に新ムーブメント誕生。トベ所属、イムップ、デビュー、豪華メンバー、岸シユタ介入の期待。日本のエンターテインメント界において、新たなムーブメントが生まれつつある。芸能事務所、トベ、が手掛ける7人組ボーイズグループ、イムップ、が、デジタルシングル、クルージン、を通じて、世界同時配信デビューを果たした。その際、 注目すべきは、同じく飛べに所属する元 V6 の三宅県、元キング・アンドプスの人従事ユータ、平野市要の存在だ。なぜなら、彼らはイムップよりも先に飛べに合流していたにもかかわらず、デビューは後発となったのだ。イムップへのデビューと、その瞬間8月18日深夜0時、イムップは待望のデビューを果たした。デジタルシングル、クルージン。 の世界同時配信は、わずか14分後には SNS プラットフォーム X、旧ツイッターで、クルージンが日本トレンド1位に躍り出た。この爆発的な反応は、イムップが持つ期待と注目の大きさを物語っている。イムプへの舞台裏には、ジャニーズ事務所でのインパクト大津をとしての活動があり、2023年5月には同事務所を退所 その後、滝沢秀明氏率いる新事務所と米への所属と、グループ名の変更が発表された。しかし、注目すべきはこれだけではない。戸辺にはエムップより前に三宅県、神宮寺雄太、平野紫耀の3人が合流していたのである。 トベの夫人トベは、三宅県、神宮寺雄太、平野潮の他にも、元ジャニーズ JR の大統立機も所属しており、その存在感は非常に強力だ。8月16日に大統立機の所属が発表され、これによってトベの豪華なメンバー構成が一気に明らかになった。 さらに、元キング・アンドピスのキシユータがジャニーズ事務所を9月30日に退場することがすでに発表されている。キシユータがトベに加入する噂が浮上しており、今回のイムップへのデビューでその可能性が一層高まったと言えるだろう。キシユータのトベ介入の可能性トベに所属するジングージユータ、ヒラの仕様がイムップよりも先に合流していたが、デビューはイムップが先だった。 この事実に対する憶測が広がっている。女性指揮者の一人は、同じく元キング・アンドプスの神宮寺、平野はイムップより先に飛べに合流していましたが、デビューはイムップが先になりました。神宮寺、平野は十分人気があるので、すでに楽曲を発表していてもおかしくないのに順番が逆になったのは、騎士の参加を待って3人で活動するからとの見方があります。 と語っている。岸優太が戸辺に加入することで、戸辺のさらなる魅力が引き立つことは確実だ。三宅県、神宮寺優太、平野志要、大東立木、岸優太の5人が一堂に返すならば、そのエネルギーは計り知れないものとなるだろう。戸辺の新人を広めと、やめじゃに、減少一方で、 トベは、ヤメジャに、が相次いで所属しており、その中には期待の新人も多く含まれている。芸能界を代表する事務所からの離脱が相次ぐ中、トベがオーディションで発掘した新人たちのお披露目も今後の注目ポイントとなるだろう。これらの新人がどのような才能を秘めているのか、ファンたちは期待と興奮を抱えていることだろう。 トベが手掛けるイムプエのデビューは、日本のエンターテインメントシーンに新たな息吹をもたらした。しかしながら、トベに所属するメンバーたちの動向や新人の台頭、そしてシユうのトベ介入の可能性など、今後の展開にはまだまだ期待が膨らんでいる。エンターテインメントファンにとっては、これからのトベがどのような物語を紡いでいくのか、ますます目が離せない状態と言えるだろう。